子育てはほどほどが一番。シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。ハイハイよりもお尻歩きが得意な1歳1ヶ月のトーヤくん。今回トモコママからこんな相談が。毎日慌ただしいのですが、子供からの抱っこには毎回答えてあげないといけないでしょうか。お答えするのは心理学博士の山本由紀子先生です。2月出版の子育てコーディネートは忙しいママたち必見の子育て応援コミックです。抱っこに関してはずっとした方がいいという意見、抱き癖がつくよという意見、どちらもあります。面倒を見れる人がたくさんいる大家族であればずっと抱っこもいいでしょう。しかし各家族で忙しくしているママであれば、ママの時間に合わせて抱っこして構ってあげればいいんです。家族というものは多様化していて、子育てに関しては正解が一つというわけではありません。自分の心地よいバランスをコーディネートしましょう。なるほど、ちょっと楽になりました。子育てに完璧を目指す必要はありません。仕事も家事も子育ても頑張ろうとママが気負いすぎて心が折れてしまってはいけません。睡眠と食事の生活がそこそこ整って、ほどほどに清潔にし、ほどほどの無条件の愛情があれば、そこに子供に必要なことはすべてあるんです。子供が小さい今、親ができることはほどほどのお世話をして毎日を乗り切ること。そして大きくなったら子供自身が友達の中で頑張っていくことを見守って、時には手助けをすることです。頑張るよりもプレッシャーを手放すこと、ママは十分頑張っているのです。ありがとうございました。家事も育児も何事もほどほどが一番なんですね。でも手が空いてるときはいっぱい抱っこするからね。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DNC ハグハグからご応募ください。